さて、本日武豊騎手5戦して1勝でしたね。いや、10レース大原ステークスの敬愛セナ、これ見事でしたね。天乗りで、まあ、予想通り逃げて上がりの勝負に持ち込ませずに、まあ、後続を完封したというレースでしたね。プラス10キロで、まあ、一番人気だったけど、結構一時は 5.5 倍とかだったんだけど、まあ、最終的には 4.6 倍になりましたね。まあ、でもここまで坂井隆成騎手が勝てそうで勝てない競馬を続けてきたんですけども、さすが武豊騎手という競馬でしたね。で、結局6番人気のセブンマジシャンが来てくれて、まあ、配当も結構20何倍で結構美味しかったですね。いや、でもこの今日のメンバーで1勝できたのは大きいですね。まあ、11レース大阪スポーツ杯のクールミラボーは後位からの競馬で、まあ、直線一瞬伸びかけたんですけど、もうバッタリ止まりましたね。で、9着でしたね。なんか4着、3着はあるかなっていうような感じで伸びてきたんだけど、最後止まりましたね。そしてトーラスシャインも後位からの競馬で、まあ、これはもうしょうがないかなという競馬でしたね。トーラスシャイン7着でしたね。いや、トーラスシャインも3着はあるかなっていうような感じだったけど、まあ結構後続がね、追い込み差し有利の展開で、まあよく粘ったなとは思ったんですけど、本命にしてたジョーメットウィンは全然ダメでしたね。ジョーメットウィンは13着でしたね。トーラスシャインは7着でした。そして明日の武豊騎手は4レースからですね。新馬戦からですね。新馬戦が2クラ続きますね。パイソンとドラルーナ。まあ、2レースともちょっと見るだけにしようと思うんですけど、まあ、武豊騎手、まあ、新馬戦はもともとそんなに買わないんですけど、なぜ新馬戦を買わないかというとですね、武豊騎手のやっぱ2歳戦、2歳新馬の成績が悪いんですよね。過去3年で調べると、勝率が 15.3% に、連帯率が 27.9、副賞率が 37.8 と。で、単勝回収値が88円で、副賞回収値が、65円とね、かなり単勝回収値より低いという形ですね。で、まあ、調教師別でやと、菅井大将軍だけ勝率が 80% なんですね。だから、新馬戦買うんだったら、菅井調教師の大将軍の馬だったら、まあ、買えるかもしれないんですけど、80% なんでね、かなり成績がいいんで、後の調教師はまあ1勝ずつなんで、ここ3年でですね。で、1番人気も 28.6% と勝率がかなり低いんで、まあ単勝回収値も74円とね。まあなので、まあ武豊騎手の新馬はまあ人気にもなるし、まあ買わないことが多いんですね。ということで、まあ、パイソンとドゥラルーナもね、ちょっと気にはなるけど、まあ、ちょっとレース見物だけと思ってますね。これがまた未勝利戦とかになるとまた変わってくるんですけど、またちょっと2歳戦の分析動画でも作りますかね、今度ね。今日はちょっともう週刊賞で時間がないんで。そして、飛んで8レース、もみじステークスのジャスパーデビネ。これは、まあ、森調教師の馬ですね。まあ、森調教師の馬も結構乗ってるけど、そんな成績良くないんですよね。で、もうこのレース、で新馬戦で乗ったアスゴットとリリーフィールドも出てきてますね。まあ、それぞれ北村、岩田息子と、あと多分人気になりそうなのがマックアルインっていうのが、ランボーキムテツ厩舎の馬が多分一番人気なので、これもでも関東馬なんでね、関東馬でランボーキムテツ厩舎は結構京都阪神ってあんまり成績良くないんで、まあ、あんまり人気になるようだったらバッサリ切っちゃってもいいかなとは思ってるんですけども、まあ、ジャスパーデビネも、ちょっとね、ムラがありそうな馬で、まあ、今のところ、なんか、素質だけ、能力だけで走ってるような印象の馬なんですけど、まあ、小倉2歳ステークス後は、販路でバンバン乗り込まれてますね。で、1周前の販路が4波の49秒フラットと自己ベストですね。まあ、どうだろう、逃げ馬が多数で、まあ、逃げる展開、を狙ってるとなると、ちょっとここはかなり、まあ、アスゴットを前に来そうだし、リリーフィールドも前に来そうだし、まあ、リリーフィールドでもダート使えばいいのにな、芝を使ってきましたね。まあ、ジャスパーデビネも、まあ、好意で競馬ができればいいんですけどね、ちょっとまあここは
かえって人気馬蹴っ飛ばして後ろから行くような、セルバンスとも、これが後ろから、でもセルバンスも逃げそうだな。何が逃げないんだ。アスゴッドも後ろから、前から前に行きそうだし、この連投のインフローレとか連投策で来てるけど、藤岡雄介が逃げないかもしれないです。この馬ぐらいなんだな。あとみんな逃げそうなんですよね。まあ、ルメールの馬も前走逃げて勝ってるし、みんな逃げて勝ってる馬が揃ってる。でも、これはちょっとハイペース必死のレースになるかもしれないですね。だからちょっと展開は一番藤岡兄の馬が向くんじゃないかなと思うんですけど、まあジャスパーディビネもあえて後ろから行く競馬ができれば、あ、でも一番人気がないな。まあ、多分小倉2歳で凡走したのが嫌われて多分人気がないと思う。最低人気ですね今。まあ、かえってでもこういう方が馬券が買いやすいかもしれないですね。まあ、6頭立てだしね。まあちょっとまあ単幅一応買ってみようかな。あと藤岡兄との馬連と、まあ、そんな買い目は増やさずに、あとそのルメールとかそこら辺はもういいやと、まあ、まあ勝たれたらしょうがないなという感じで考えてますね。そして、10レースサイモン・ザ・ナドゥですね。これもちょっと今いびつな人気になっていて、サイモン・ザ・ナドゥ 9.6 倍だな。で一番人気、ちょっとまあ人気が今ばらついてるんですけど、セクシーブーケが 4.2 倍、これまあ連勝して函館で連勝してる馬ですね。こういうの分かんないからな。函館で連勝して、たまたま滞在競馬が向いて、で、まあ輸送が今度あるから、それだと勝てないというケースもあるんで。まああんまり人気になってるからね。どうだろうな。まあ北海道3連勝でね、なんとも言えないところですね。で、よりのサファイア、これはあの藤田奈々子ちゃんがね乗ってた馬で、でまあ根本厩舎のね、まあ、師匠の根本厩舎の馬なんで、まあ多分引退がなければもしかしたら藤田奈々子ちゃんがこっちに乗ってたのかもしれないですね。で今回はまあ西村敦也騎手が騎乗ということで、なんかやたら人気になってんだよな。 4.6 倍とか、あ、まあ6倍、あ、今6倍になってるな。なので、まあこれ、まあサイモン・ザ・ナドゥも、まあ展開次第になるんですけど、そんなに強い馬もいないんで、で、もう今回ルメールとかもこのレースにいないんで、まあ足の使い方一つの馬なんですけど、まあちょっとここはまた単幅で狙ってみたいと思いますね。そして秋華賞なんです。秋華賞は、別の動画で、秋華賞の方は、コメントしたいと思いますので、まあよかったらそちらもチェックしてみてください。それでは今日はこれから京都競馬場へ行ってきます。それでは。